表現の自由ですよね。本当にですね、日本の護憲派、いわゆる左翼の人々は表現の自由がどれほど肝であるか、大事なものであるかということをピンときていないんですね。これ日本国憲法第21条、集会結社および言論出版その他一切の表現の自由はこれを保障する。第2項、検閲はこれをしてはならない。通信の秘密はこれを犯してはならない。主権者国民としてですね、正しい判断できてないんですよね。だから政党に選ばれた代表なんて存在がないんです今。つまり選挙制度のトリックもありますけども、4割の得票率で8割の議席持ってばってんですね。4割ってのは過半数じゃないんですよ。本当ずうずうしい話ですよ。それで東北の被災地もいまだに回復されていないにもかかわらず、借金しまくって外国で大盤振る舞いで金配ったり、あれは頭おかしいんじゃないですか。てなことを言えますよね。これ中国や北朝鮮で言ったら、私ここでおいこらって言われて捕まるか、帰り道どっかいなくなっちゃうか。でもさすがに簡単に消せない存在にもはやなってますから、裁判のプロセスが始まるか、なぜか自宅軟禁かですよね。そんなもんですよね。これだからまだね、北朝鮮でこれやったら殺され、中国でもそうです。中国でも国際シンポジアムで何言ってもいいって言われて言ったら、途端に数時間幽閉されちゃいましたけど、本当の話です。だからもう中国にいろといかないんですから。やっぱりもうカルチャーは違うんですよ。僕はアメリカで育ってますから、学者として。だから言ってもいいって言われたら言っちゃったんですよね。何を言ったかというと、中国の建国60周年の時に、つまり61年の時、今もう69年ですね、僕と同い年、67歳、僕と同い年だ。中国の東北、つまり満州ですね、本当に豊かな土地です。まだ手つかずのこといっぱいあります。だからほっといてもなんかいい作物ができそうな黒い土が広がってます。で、何を言ったか、満州、中国の中央政府との満州ですから、吉林省政府の共催でですね、エクスポがあったんですね、万博がね。その中に法律部門があって、何をしたいかというと、アメリカと日本と北朝鮮と韓国とロシアと中国の法律家が集まって、どうぞ、中国は法治国家でありますから、外国の投資家心配せずに来てくださいっていう、アホみたいなシンポジアムだったわけ。私はなぜかご縁があって日本のキーノートスピーカーに選ばれたわけ。それで日本の議長団に自民党の国会議員が誰か連れてこいというのを私が紹介して、平沢勝栄というのが行きましてね、当時野党でしたけど。で、議長団が20人ぐらいいて、であとはそのシンポジウムに参加している法律の専門家が200人ぐらい、大きなところで。で、前の場について何でもいいと言われてテーマしたから、いやー、私自身も実際に親族が事件に遭ってますんで、いや、中国ってのは人によって法の適用が違うんですよ、危ない国ですよねってことを言ってですね、こんな国に外国の人に大金投資しろなんて言えませんと、まずそう言ってみんな固まっちゃったんですけど、だからそれは目的じゃなくて、でもそれを言う以上、中国はちょうど GDP で世界第2位になる直前、日本を追い越す前の月だったんですね。世界第2の経済大国になろうとしているんだから、責任ある国なんだから、世界の常識を共有してくださいよと。法治主義とか、権力は法律上の根拠なかったら行使しない、
から法の支配、法律を鳴らされた 最終的には独立した最高裁判所で人権という観点から審査してください。こういうことを、まあ、世界も大国なんですから責任を持って共有してくださいって言ったんですね。でもダメだったんですね。議長団こわばってるし200人の会場から拍手湧かないんですよ。やっべえと思ったら、お昼になってよ、午前中のシンポジアムでお昼は大リセプションパーティーのはずなんですね。でその後は部会別になるはずだったんです。でお昼のパーティーの前になんか案内係が来て、いや先生たちは重要な方ですからこちらへって言われて個室に通されたんですね。その個室にいたのは私と平沢克也代議士とモンゴルの憲法裁判所の長官とモンゴルの弁護士会長なんです。4人重要人物4人。だけどモンゴル人ってのは旧宗主国のロシア語とモンゴル語しかできないんですよ。我々日本人は日本語と、平沢大使も私もアメリカ留学民ですから日本語と英語しかできないんですね。どうやって交わすんですか、このように。いいですか、モンゴル語とロシア語しかできないモンゴルの偉いさんと日本語と英語しかできない自称日本の偉いさんと4人で何もできないんですよね。料理はガンガン運ばれてくるんですよ、マダム1個の部屋に。リセプションパーティーじゃなかったの、いやあなたたちは重要な方です。つまり中国はなんていう軽蔑してるんですね、モンゴルをね、なんとか受け出してるんです。手が出ていじめられる相手なんですよ。実に昔いっぱいモンゴルにやられたじゃないですか、なんか占い師。日本も軽蔑しているから怖くて出られない、ひどい目がない。そしたら20人の日本人のデリゲーツ代表団のなんか茶髪の気持ち悪い弁護士が飛んできて、つまり北京に中国政府から部屋を与えられて法律事務所を持ってるような日本人の弁護士が中に教えを見たんですけど、何をしてるかって日本人が中国に行って1000万単位の金をかまられた時、投資で途中でお金が消えちゃうじゃないですか、計算って全然足らず状態で、ひどい国ですよ。その時その日本人の弁護士が北京で政府のビルの中に構えてて、相談に行くと相談料を取られた上、これが中国です諦めなさいと追い返される、そういうけしからん弁護士たちが吹っ飛んできて先生ダメでしょ、こ中国ですよ、こういうこと言ったらいけないんですよ、そういう国なんですね。以来もう僕の部会に僕が出るつもりはなかったんで、その後いろいろしたいことがあったんで平沢先生と中国あと数日頼まれた大学の講演とかして、だからもう以来なんか気持ち悪い運転手と管理人がついててですね、まあ俺に気が変わるこの野郎って感じの言葉を何度も日本語で言いましたけども、そういう感じで数日過ごして日本に帰っても二度と中国行かないと決めて行ってないんですけどね。私たちがなぜ、しかも私はビキニで、自衛隊の市ヶ谷を訪ねたかと言いますと、私たちの行動が監視されてたんです。これが発覚したのは2006年でした。自民党ではなくて、戦後初めて市民が自衛隊によって監視されたということが明らかになりました。なぜ明らかになったのかと言いますと、イラク戦争中9条がありながら初めてイラク海外派兵があった。その時に反対を言っているような市民が何をしているのか、自衛隊の情報保全隊が事細かに監視をしていたんですね。その中で500数名の、リストが出てきました。当時は27歳でしたよ。27歳画家イラクに行くということが書いてあったわけです。まさにさっき先生がおっしゃっていた、深夜恋人とのメールを送っているような、そんな時に政府が監視してたらどうするって、それがもう2004年にあったんですよ。